今は長谷部式健康法の指導者の私も随分昔の話になりますが病気であれこれ悩んだこともありました高校生の時には膝に水がたまる関節炎という病気にかかったことがあり近くの評判の良い整形外科に通ってみたり半日以上の時間を費やさなければならない大病院に通院した時期がありましたやってもらったことは 注射で膝の水を抜いて何種類かの錠剤をもらっただけでした。そして次の年の冬にはやはり前の年と同じことを繰り返すだけでした。それまでは病気になれば病院に行って薬をもらえばそれで治ると思っていた。しかし膝に水がたまるというだけの病気でその水を抜くというとても治療とは思えない医療行為だけで。 毎年同じことの繰り返しです。こんなことをしていても治るはずがないと感じてからは、病院が絶対ではないのだということに気がついたのです。それからというものは、あそこにいいお給の先生がいると聞けば、急に行き、どこ、そこの芯がいいと聞けばそこへ行くといった日々が続きました。そんなある日、友人の紹介で。 先代の長谷部会長に会わせていたた。だきました先生がおっしゃるいくつかの質問に答えただけなのに先生はぴったりと私の体の具合を当ててしまうのですまるですべて知っているようなそんな記憶が今でも忘れられませんその時に指導してくれたのは食事療法だけでした先生曰くこの程度の関節炎などは食事療法だけで十分 君の場合は身体中が冷えて余分な水分を排泄できずにいるんだから芯から火の状態を作ればいいだけのことそのためには玄米と根菜類をしっかり食べれば2ヶ月で治るそれが予告通り2ヶ月足らずで完治してしまったのです保温用のサポーターの下でパンパンに張った左足の膝は右足の膝と同じように。 皿の形がはっきりわかる膝に戻ったのでしたまさに目から鱗が落ちる思いでこんなりにかなってシンプルなわかりやすい健康法が他にあるのだろうかと思いまたこれなら勉強すれば自分にも使いこなせるかもしれないと思って一生懸命努力をしましたその後は先生の教えを守り教わったことを周りのみんなに試してもいたりして この健康法の素晴らしさを実感する毎日だったのですが学校を卒業して就職するようになってからは状況が一変して会社関係のお付き合いや仕事に悪戦苦闘健康法どころではなくなってきたのでしたそれでも縁あって今の家内と結婚して子供にも恵まれ喜びに包まれる生活をしていた矢先、今度は体質が変わって 人のの病気になったのでした。でし甚だ下の話で恐縮なんですがある日トイレで代弁をしていた時ズーンという鈍痛が肛門の辺りにあったのですそれが次の日はズキインまた次の日はズキズキインというふうにだんだんと激しくなってくるのでした肛門科の医師の診察を受けに行って内次郎であることが分かったのです 内次郎というのは直腸の壁に針の先ほどの穴が開きそこから大便が内側へと漏れて膿が溜まっていく病気です放っておくとだんだんとアリの巣のように大きくなってくるそうです医師にすぐに手術が必要ですと言われました自分の頭の中では手術はできればしたくないと思っていましたし実際 仕事が忙しくて入院して仕事に穴を開けるわけにはいかなかった仕事が忙しいので手術して入院するようなことはできませんなんとか痛みを一時的に止めるだけでもお願いできませんかというと放っておくと大手術になって命が危なくなるそれでもいいんですかと繰り返して言われるのでなんとかお願いしたいんです と頭を低くしして頼んでみました。医師は浮かぬ顔つきでしたが仕方ありませんね。それでは応急処置として生み出しだけでもしておきましょう。だけど、いずれ手術はしなくてはいけませんよ。と念押しをされました。やれやれ、とりあえず手術しなくても済んだと思ったのも、つかの間、看護婦さんが肛門の周りに、 麻酔の注射をブスブススと刺してきます。これが痛いのなんの額から冷や汗が出るくらい痛いそして次は患部にメスが入りました麻酔が効いていないのではないかと思えるぐらい先ほどよりももっと激痛なのです終わった時には気絶寸前気分最悪もう何にも言葉になりません終わりましたよ 今度は、手術できちんと処置しないといけませんから、早く、入院の手続きをしてください。手術時代は、そんなに痛いものではありませんから、と、医師が言いました。痛くないなんて信じられるか。と、その時思いました。しばらくは、病院で横になってから、家内の方に支えられながら担ぎ込まれるように帰宅しました。布団に入るなり、 私は、長谷部先生に連絡してくれと、家内に頼みました。しばらくすると、電話を持ってきて、今、主人に代わりますから、と、受話器を手渡された。津村くん、今、奥さんから聞いたよ。もっと早く相談してくれたらよかったのに。でも、もう心配ないから安心していいよ。君の体のことやら、体質の判定は、 奥さんの話から大方分かったので、方法もはっきりしたし、もう手術しなくて済むはずだから大丈夫だよ、と言われたのでした。先生の見立てでは、私の体質は、人度構成の強い状態だと言われまして、美和温熱法を行うこと、それと陰性な食品、緑色、野菜や海藻、豆腐にクロレラなどを摂ることを指導されました。案の定傷口は 簡単に塞がり5日目には仕事ができるようになりその後も徹底した健康法のおかげで異常らしいものは出てきませんでした高校の時にお世話になり断れごとに先生のところに行って勉強をしてきたにもかかわらず自分のことは少し仕事が忙しくなっただけで全く自己管理できていなかったのがよくわかりました 私の意識は変わりました病気に教えられたことを人生に生かさなければダメだと思いこの健康法の指導員を目指して取り組むようになったのでしたそれにしても高校の時は組織が緩んだ影とどこう性の病気で苦しめられ数年後には生活が変わって人どこう性の病気を経験させられた影とどこう性人どこう性 両方の体質を経験したことが後になって私の健康指導に生かすことができて本当に感謝しています。あれから20年余り今では病名や症状の程度に惑わされることもなく体質の判定をしっかり行えばどんな場合でも病人と一緒に苦しみを解きほぐすベストの方法を見つけることができるようにまでなりました。この健康法は、 自然の法則を応用して作られたものです。誰のためのものでもなく、すべての人のためのものです。また、特別な人だけが、この健康法の指導者になれるのではなくて、志のある人は、老若男女を問わず勉強していただければよいと考えています。むしろ、一家に、一人この健康法ができる人がいて、家族の健康を守っていてくれれば理想だと。 思いますそうですこの健康法には特殊な能力やお医者さんのような専門的な知識はいらないのですものの性質の見方や体質についての基本となる法則性を得得さえすればどんな時でも応用ができますし判断も楽に行えるようになります津村指導員のように どんな重症者にでも指導できるようになるまでには相当経験も必要ですがそこまで望まないにしても家族が健康でいられるためにも健康法を身につける気持ちを持っていただきたいと思います。